パートナー諏訪が頸椎を損傷しジュニアタッグ王座を返上せざるを得なかった平柳玄馬。しかし返上した後も自分にはなくてはならないアクセサリーのように自由気ままに入場する際には身につけていた時期もありました。しかし今そのベルトは新チャンピオン新日本プロレスライガータイガー組の元にあります。そのベルトはこの前まで俺のものだった。返せとばかりにいち早く挑戦を表明したのも平柳、そしてこのマイバッハ諏訪ジュニアでした。イカれる重心、そのライガーに水鉄砲で挑発、さらに大激怒させました。しかしさーっとその水鉄砲で今日は観客に向けて大放水、結果的に挑戦を認めさせた。さすがは怖いもの知らずノーマーシーの平柳玄馬です。タッグ王者という立場でノアジュニア界を見下ろす重心サンダーライガータイガーマスク組の入賞。先月行われた日テレ G バス体操だすジュニアタッグリーグ戦で負けなし圧倒的な強さで初出場初優勝を成し遂げた2人、その結果第18代 GHC ジュニアタッグチャンピオンとなりました。その2人が今姿を現したが、その前方に平柳が大放水だ。チャンピオンに尊敬の念はなし、水鉄砲で迎撃という、それがチャレンジャー平柳の姿です。ノアジュニアにとって現在最大のターゲットであり、目の色を変えてこの流出したベルトを奪回することが絶対的な使命。ノアジュニアの歴史にこの男あり、ノアジュニアの前に立ち塞がる重心、歴史がまた動くのか、それとも長期政権へ向けてライガー、タイガー組がその挑戦を跳ねのけるということになるのかどうか。今ライガーがゆっくりとリングイン。試合前に株式会社ビットイン代表取締役社長佐藤秀明様より選手権試合宣言です。 8.24 後楽園ホール大会です。今日は丸藤直道デビュー15周年記念大会、この第5試合に行われるのは GHC ジュニアヘビー級タッグタイトルマッチ、第18代のチャンピオンです GHC ジュニアタッグチャンピオンライガータイガー組、この2人にとっては初防衛戦。一方こちらチャレンジャー、ふてぶてしいそんな表情にもやはり今日も見えます平柳玄馬です。平柳そしてマイバッハ諏訪ジュニア、この2人の挑戦ということになりました。60分の一本勝負で行われます。まだそのあっと今また水をベルトにかけたでしょうか。この辺りはもう自由気ままやりたい放題。今ようやくその水鉄砲ウォーターガンを手放した平柳玄馬ではあります。 TMDK という何かステッカーも貼ってありますが、まあ、チームが違うんですが、この辺りは本人もいや全く関係ありません、そんなことも話していた。やりたい放題という平柳です。正体不明の実力者マイバッハ諏訪ジュニア、まさにノーマーシーの恐れ知らず平柳玄馬。若党がチャンピオンチーム新日本プロレス210パウンドタイガーマスク、再び王者としてノアジュニアに牙を向くタイガーマスク。重心サンダーライガー、ノアジュニアにとっての屈辱はこの男にとっての活力か。重心サンダーライガー、第18代の GHC ジュニアタッグチャンピオンの2人であります。あとマイクを手にしました平柳。試合前です。ボディチェックは素直に受けるんですがマイクは離しません。チャンピオンチームには今ブーイング。さあマイクの今スイッチ入れたか。ジュニア君、ジュニア君、ノアで初めてのタイトルマッチ、もうちょっと待って、もうちょっと待ってね。分かった分かった、ありがとう。気持ちはどうなんだジュニア君。
どうな、今日タイトルマッチだ。おふざけここまでだよ、この野郎。ああ、ジュニア君。あーと、笑い転げていたその平柳に最初にチャンピオンチームが仕掛けていきました。この辺りは平柳としてはちょっと墓穴を掘ってしまったか。今ゴングが聞こえました。さあ放送席は引き続き元週刊コメル編集長佐久間和彦さん、そしてゲストには復帰を宣言しました森島武選手です。いや佐久間さん、はい、まずその出鼻をくじかれるという形ですかね、あの平井内としては。そうですね、やっぱりこうね、戦前から非常に、ね、あのウォーターを使ってね、挑発してましたしね。ちょっと待ってくださいよ、ライガーの、そうですね、危険ですね。あっと、スワジュニアがライガーのマスクに手をかけた、手をかけた。あーと、素顔が晒されるのか。あっと、青コーナーのそのトップにライガーを座らせた状態で後ろから手をかけている。佐久間さん、このマイバハスバジュニアも全く正体不明で、はい、素性もどういったファイトスタイルがあるのか、まだまだその引き出しも分かりませんしね。そうですね、ああいうような、ね、感情を、ね、感じるような、ね、マスク剥ぎ行為っていうのは珍しいですよね。そして現場も行く、平柳現場も行く。いや森島さん、いやこれ結構もうアロンの方が出てしまってますからね。噛みついてます、はい。まあ、このブレイブから見てもこのノーマーシーの平柳という存在、いや本当にこう今日はもうタイトルマッチでありますけども、本人の何かこのペースというんでしょうかね。なんかね、あのマイクが何が何だか俺には分からん。ちょっと苦笑いするしかないですね。これまたマスク来ますよ、またマスク来ますよ。あ、そしてニュートラルコーナーにライガーを座らせておいて、タイトルマッチです、神聖なるタイトル。あのライガーはね、マスクマンとしての誇りを非常に大事にしていますから、はい、この行為はね、相当怒りを大きくしていると思いますよ。同じマスクマンである、はい、マイバハスワジュニアがライガーのマスクに手をかけた。となるとこの後ライガーがどうかというところ、佐久間さん、ちょっと、はい、そうですね、注目したいですね。いやもちろんね、平柳の挑発でも相当イライラしてたと思うんですけど、これね、さらに輪をかけて怒りがね、湧いてきてるんですよね。はい、いやこの辺りも相変わらずマスクに手をかけてというところではあります。 GHC ジュニアヘビー級タッグタイトルマッチ、チャンピオンチームライガータイガー組にとっては初防衛戦ということになります。一方この黒い鉄仮面アイバハスワジュニア、あと1回転バックフリーカー、スワジュニアにとっては初めての、あっと、タイトルマッチ、あっと、今度は逆にライガーが引きちぎった、引きちぎった、顔半分が露出してしまった、顔半分が露出してしまった。ちょっと佐久間さん、はい、ライガーとしてもこれ珍しいですね。いやそうですね、やっぱもう目には目を歯には歯をといった、ね、感じですよね。この辺りはもういかれる中心、ちょっと森島さん、はい、これまで森島さんも崇高なる GHC のタイトルマッチ何度も経験してきましたが、ジュニアとはいえちょっといつものタイトルマッチ、 GHC のタイトルマッチの雰囲気が違いますね。最初からね、そのいつものタイトルマッチの雰囲気とは違う中で、ここからどうなっていくのか。ただでさえね、この荒れたね試合を制すのはね、どっちなのか。いやこれもう、ま、ジュニアのマスクがほとんど取れてしまってますね。マイバハスはジュニアのそのマスクがほぼ半分、もう顔上半分が露出している、そんな状態です。もう目の上、目からおでこ、そして頭頂部、この辺りはもう露出しています。今年の3月31日ここ後楽園ホールでマイバッハ谷口対マイバッハ谷口ジュニアの試合に、谷口ジュニアの影武者として登場したのがこのスワジュニアでした。マイバッハ谷口ジュニア改めスワが怪我で欠場となると、この男が5月スワにフル参戦していました。スワジュニア今回は初めてのタイトルマッチ、そしても柳ちょっと荒れた展開になっている。ライガーは
さあ諏訪ジュニアをエプロンに上げておいた。鉄柱に足を絡めていく。そしてパイプイスを持った。あーと右膝強打。森島さん、はい、森島さん今回長期欠場で右肩、左肘、そして左膝、レスラーにとってこの膝故障するというのは非常に辛い期間だったと思いますけども、はい、ここを今まともに食らいましたね。そうですね、まあ、やっぱ動きがね、自分の動きができなくなるんで、なるほど、やっぱりあとマスクはね、やっぱはね、どうなのかなっていう、この視界がこれ大丈夫なのかなっていうのが、いつもと本当に違う展開なんで、そうですね、ここからジュニア選手がね、どうしていくか。マイバカスはジュニアとしてもマスクマン半分以上も顔が露出している。そして右膝を強打している。ですから佐久間さん、はい、もう本来自分がしたいような動きというのがもう全然できないような。そうですね、いやもうこうなってくると本当に気力をね見せるところが大事になってきますよね。そのマイバカスワジュニアをリングに無理やり上げて、今度はこのスワジュニアを痛めつけていこうという重心サンダーライガー。やっぱりこうね、ライガー怒りのスイッチが入ると非常に怖いですね。そうですね、先月行われた第7回日テレジータス杯争奪ジュニアヘビー級タッグリーグ戦、初出場で初優勝というライガータイガー組、一度も負けることなく頂点へ立ったというそのリーグ戦、9位となっていた GHC ジュニアタッグ王座を自動的に手にしまして、現在の新チャンピオン、第18代のジュニアタッグチャンピオンということになりました。 GHC チャンピオン、その防衛戦です。あ、もう一度今度は蹴散らしていく。リング内では今度はタイガー、そしてマイバッハスワジュニア、この対戦となりました。タイガーマスクにとっては今回2度目の GHC ジュニアタッグ王者ということになります。ノア初上陸は2010年の8月、有明コロシアム、金本浩二とのタッグで GHC ジュニアタッグ初挑戦で見事チャンピオンになりました。ライガー隙がないですね、すぐ足いきますよ。また今度はスワジュニアを捉えていく。さあまたまた椅子だ、また椅子だ、また椅子だ。あーそう、あーあーまだいきますね。戦闘不能になろうかというそのマイバッハ。スワジュニア、見たびその左膝を攻撃、非常な技のライガーのハイブイス攻撃。これやっぱ今ね、鉄柵との間ですかね、その前も鉄柱ですからね、これダブルでいってるんで相当きついですよね。ちょっと平柳もこれまで挑発行為で何かこうお笑いに持ち込むようなそんなシーンもありました。それに対してライガーがお笑いでは済まされないぞと、何かこうこれを予想させるようなと、平柳にも行きましたね、話していましたからね。ただね、チャンピオンチーム、これライガーが暴走気味ですけど、タイガーマスクが非常に冷静なんですよね。なるほど、はい、これがね、2人が暴走してしまうと試合がおかしくなりますけど、タイガーが今のところはうまくコントロールしてますね。この後ではもう試合でまず勝つためにということをタイガーがもう担当して、そうですね、何かライガーがその怒りをもう2人ぶつけるというような、はい、ある意味このバランスの取れた進め方。そうですね、今こういう展開になっているので、挑戦者組としてはね、タイガーの方もちょっとイライラさせる展開を持ってこないと、まあ、このままチャンピオンチームのペースで進んでしまいますね。なるほど、森島さん、はい、森島さんから見て今このノアの2人、今平柳そしてタグを組んでいるスワジュニアにとってやるべきことというのはどう思いますか？そうですね、まあね、完璧にチャンピオンチームにね、足攻め食らってるんで、ここから平柳はどうするかとか、ね、あと前バカジュニアがね、どうここから切り崩してね、行くのか、どうって言ってもやっぱりこの膝ですね、今攻められてるんで、まずここを脱出しないと次がないですよね。さらに痛めつけられた足4の字、ここを徹底的に攻めていく。今森島さんから話になったのは、この2人にとっては平柳がこの後どう動いてくるか、この後非常にポイントになりますかね。まだ今あんま入ってないですね。そうですね、試合の権利を持ってリング内で相手と対戦するという時間はゴングになってからもしかしたらないですかね。ほとんどありません。乱闘の中でしかないですからね。そうですよね。あ、またライガーがスワジュニアのマイバハスワジュニアのマスクに手をかける。ライガーとタイガーが今度は2人で平柳を攻めていくか。そうだ、やっぱりこうね、2人がかりのところに向かっていくのではこういう形になりますから、平柳ちょっともう少し、ね、冷静に試合を進めたいですよね。そうですね、
GHC ジュニアタッグのベルトはライガータイガー組が保持しています。現在他団体に流出しているということになります。この危機に真っ先に立ち上がったのが平柳、そしてマイバッハスワジュニアでした。ダブルアームスープレックス、ジュニアタッグリーグ戦の表彰式ですぐさま上がってきて挑戦を表明、まあ、水鉄砲を王者にぶっかけるというそんな手段ではありましたが、相手のまあ逆鱗に触れはしたんですが、ただ結果的にこのタイトルマッチを実現させたのも平柳のやり方ではありました。これ今またねタイガーが4の字に捉えたんですけど、これねライガーの流れからしっかりねコントロールしてるんですよね。なるほど、非常に冷静ですよね。こういった展開の中でも冷静沈着ぶりがまたタイガーの一つの持ち味。そうですね、これでまあやっぱスワジュニアの方がタッチできたとしてもやっぱ機動力失われますから、そうするとタッグチームとしての機能を失うことになりますからね。このあたりも仮に逃げられたとしてもまだチャンスが続くという計算で試合を進めてますよね。はい、タイガーマスクの、あ、ここは放射式、これ膝も痛いですよ。あ、右膝ですね、先ほど痛めていた。さあようやく満を持して平柳が入ってきた。タイガーとの一騎打ちになる。まずはラリアット、そしてそのまま打ん投げていきました。まずはカバーに入る平柳、現場にとってもさあここは昇竜現場に行くか、立ち上げていくか、勝利がかわした。バックに回るタイガーが、バックに回る、バックに回る、アウト、レフリーを掴んでおく、金敵はかわされた。ラリアット、現在のチャンピオンはライガー、タイガー組。ただその前にジュニアタッグのベルトを持っていたのがこの平柳であり、元パートナー諏訪でありました。ただその諏訪が頸椎を損傷しまして王座を返上したのが5月、空位になっていたそのジュニアタッグ王座ではありました。あっと張っていく、張っていく、元はといえば俺が持っていたそのベルトだから返せと、そう挑戦を表明したのが平柳でありました。真上から往復で手のひらを左右から振っていくタイガー、捉えたぞ、捉えた、急所、この辺りで、あ、今諏訪もセコンドにつきながらこの戦況を見つめています。セア、あとここはおいしそう、バックリカン、ちょっと脳天から落としていくような形になりました。膝ですね、膝腰狙っていきましたね、ただその右膝の少し影響がやはりあるでしょうか。あと今度は正面へ持ち上げた際の今バランス、ね、いやいや、ちょっとバランス崩してましたね、やっぱ膝のダメージ相当ありそうですね。やはりああいったブレンバスターのような形で持ち上げるときというのは膝、森島さん、かなり影響というのはあるものですか。そうですね、持ち上げるときに必ず力がいるから、いや、ここはライガーを掴んでおいて正面行きましたね。マスク取りますよ、マスクを取った、大原はじめですね。あ、これはそうですね、元レスリングニュークラシックの大原はじめですよね。はい、あ、そうですか。登竜門でいうと諏訪の後輩に当たりますからね。登竜門に源流あるわけですね。そうですね、これが VBN ですね。はい、さあここでライガーを、ライガーをここで捉えていこうというところ、マスクを剥がされたというよりも佐久間さん、もう最後は自分から、そうですね、もうこの舞台をね、自分の感情を難しく向かっていこうということでしょうね。彼にとってもこれはチャンスですからね。さあもうここは素顔が露出しているマイバッハ・スワジュニア、ショーダーローリングスポット、そしてこいつはタイガードリバー、ライガーがボディープレス、この辺りは連携は見事、カバー、ここはレフリーを抑えるという、いや、この辺りも平柳ならではといった抑え方。ただリング内に残されているのはライガーと、さあスワジュニアだ、ちょっとここは捕まると佐久間さん、はい、チャレンジャーチームとしては厳しいですね。平柳来ましたね、来ましたね、そうですね、これは避けたいですよね。あ、平柳が急所をムンズと掴む、そして固定したところ、そのターゲットを定めていこうというところですが、いや、ただここはダブルに相手2人に対してミサイルキック、ただ序盤に痛みつけられたその左膝の影響、大原コールが
大原コールが沸き起こっている。自ら膝を叩いた。カウンターの勝だ。カウンターの勝だ。ライガーボム投げっぱなしだ。カウントは2、カウントは2。決めに行こうという重心サンダーライガー。突っ伏したままなかなか起きることができない。さあ垂直落下。これは厳しいですね。お返した、返しました。気力で返した。まさに森島さん、これ気持ちですか、どうですか。そうですね、あのマスクの上で感情を出してね、ここ気持ちで向かっていってますよね。何か自分がマスクを取って、そして気迫で気持ちで返した、その今の肩が上がったその瞬間。ただちょっと厳しいかどうか。こういうの珍しいですよね。掘っていく、掘っていく。今までないよね。感情むき出しですね。感情むき出しで、あっと、ライガー、ライガー。チャンピオンが抑え込んでいく。いや、これ3つ許さない。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 やっぱりただね、防戦が続いてるんで、平柳がうまくカットしたいところですよね。ただここはタイガーが分断している。入らせない、カットに入らせない。そして雪崩式を持っていこうというところ、雪崩式を持っていく。あの高さからライガー何を出すのか。これは食らってはいけないですね。垂直落下式を出すのか。落下式を、あー、真っ逆さま、危ない角度で落ちていった。初防衛に成功。他団体にユースしているベルト、ライガー、タイガー組、初防衛に成功しました。平柳、スラジュニアの挑戦をものの見事に退けました。森島さん、はい、最後、大原、このスラジュニア改め大原も気力で返していったんですが、そこはいいんだけど、やっぱりチャンピオンチームにさ、なんかなんていうのかな、負ける要素っていうか、ね、負けるような感じじゃなかったから、隙がない、攻め込んでもいないし、やっぱ隙がないチームなんだから、やっぱり2人でのね、タッグワークを駆使しないとやっぱりダメだと思う。個人で向かっていても、このタッグ相手には、気持ち一つでね、向かっていってもやっぱりダメだよ。なるほど。やっぱり2対1っていう場面をね、挑戦者組で作れなかったですからね。このタイガーとライガー、この強固なるタッグチームとしての強さ、この前に平柳の策略もスワジュニアの気迫も蹴散らされたという結果になりました。このチャンピオンチーム、この2人からベルトを奪い返す。果たしてノアジュニアからのチャレンジャーは誰になるのか。その牙城を果たして誰が崩すということになるのか。圧倒的な強さ、そして完璧なるそのタッグパートナーコンビネ、あっと今原田、そして熊野が上がってきた。フレッシュコンビが上がってきた。おい、新日本プロレス、次俺と熊野でそのベルト挑戦させろ。俺たちがお前らを倒す。挑戦表明が原田からありました。それを受けるから今、俺とタイガーマスクは逃げも隠れもしねえ。お前らだけだ、お前らだけだ。リングに上がってきて挑戦させろっていうのは上等だよ。挑戦してください。よろしく。逃げも隠れもしない、その挑戦を受けたライガー、タイガー組。森島さん、はい、今の発言ですと、もう王者としては受けてやろうじゃないかと。まあ、あとだからね、気持ちを出して行ってほしい。やっぱり取り返して、取り返したいっていう気持ちでね、行ってほしい。ここで引かないでほしい。今この熊でも、熊野のこの感じでも、引かないで行った行った行った。森島さんの声が届いたか。
いや、いいですよ、いいですよ、これでいいんですよ。デビューしたこの熊野、熊野コールだ。新人の熊野コールが後楽園ホール、2100人超満員が詰めかけたこのホールで新人へのコールが今沸き起こりました。熊野、今ライガーが言った通り、お前が一番勇気あるよ。俺は新日本からノアに来てるけど、俺はお前勝ってるよ。お前たちの挑戦楽しみだ。表情で見ていた原田、左手にはマイクを持っています。 GSC ジュニアタッグのベルトは新日本のものやない、ノアのベルトや。俺たちが取り返す、応援お願いします。森島さん、はい、先ほど森島さんがおっしゃったその直後、熊野がやりましたね、向かってきましたね。まあね、本当にあの今、ね、気持ちで行ってほしいし、やっぱり、ね、新日本っていうことにも、ね、1でもう立ち上がってほしかったんで。なるほど、まあ、見ててこれから楽しみです。ヘビーとジュニアの違いこそあると、森島さん、やはり他団体にベルトが流出している、これはもう許せないことですからね。そうですね、まあ、やっぱりしっかりとあの取り返してほしいなと思います。そうですね、ベルトは奪えませんでした。ロマシの新しいメンバーだよ、大原はじめちゃんだよ。ケンマちゃん、ケンマちゃん、今日は俺が取られてマジでごめん。まだ久しぶりのプロレスのリング甘くねえってことだ。鼓膜破れたかもしれない。ちょっとくそー、ライガー、くそ。俺は明日からノーマーシの大原はじめとしてこのノアのリングで挑戦していくから、今日は負けたし、現場ちゃんにも迷惑けたし、ノーマーシのケンタさん、杉浦さん、そして俺の恩人であり師匠である諏訪さんに申し訳なかったと思ってるから、これから一からまた出直して、この GHC のベルト必ず負けるぐらいになってみんなに恩返ししたいと思います。マスクを取った理由というのは、暑かったんだよ、夏だし。てか、あそこまで半分以上剥がされてたらもう邪魔だろ、取るしかないでしょ、あんなもん。そのこと、今まで正体不明の謎のマスクマンで誰も正体分かんなかったのに、ごめんなさい、今日現場ちゃん、俺脱いじゃって。一回負けたぐらいで終わりじゃないでしょね、プロレスは。まだ俺たちには次があるんだよ。すごい盛り上がってるな。行きましょう、ごめん。GHC ジュニアタッグへのベルト、挑戦を決めたのはいつですか？今です。はい。まあ、ノーマーシの2人が、取り返してくれると、ね、俺は思ってたんで。でも今日まさか負けて、でももうすぐ動かなあかんなって、もう新日本の好きにさせたくなかったんで、もう自然と体が動いてました。熊野選手はデビューからわずか半年ほどでタイトルマッチということになりますが、今の気持ち聞かせてください。いや、ベルトが新日本にあるんで、自分はノアの一員なんで取り返します。原田選手はいかがですか？一緒です、はい、もうキャリアとか関係ないんで、もう団体の団体の気持ちをかけて戦うんで、次の挑戦必ず俺たちが取ります。はい、期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今日の試合はね、なんか諏訪ジュニアがね、ライガーさんのマスクをどうだとか、なんかライガーさんのマスクを狙ってたみたいだし、なんかライガーさんが一人でね、出るような形になっちゃったんだけど、まあ、俺とライガー、
ベルトを落とすわけがないんだ、今のこのノアで。今日の平柳、諏訪、俺たちにとっちゃあんなもの、試合、第ゼロ試合がいつもやってるけども、それ前の試合だよ。あの若手2人、大先輩、先輩、いろんな人間がいる。それを押しのけて俺たちが取ってやる。気持ちいいね。これだよ。これじゃねえか。自分とこのお宝盗まれて黙ってるバカいるか。若いやつだってやっぱり早いよ、順応が。なあ、刺激受けたんだろ。いいじゃないか、受けたら受けた、そのままの気持ち動けば。あれだよ、あれがレスラーだ。あいつら今タイガーがやったように、あの若手2人と小松、田中やらせても面白いし、もちろん俺たちも挑戦を逃げやしないし、そういう気持ちのある奴らと俺とタイガーはジュニアのタイトルマッチをやりたい。ただそれだけ。熱い奴やれてんだよ、熱い奴と。会社から言われて、はい、じゃあ次僕が挑戦ですか、わかりました、何の意味があるんだよ。てめえのこの宝取られて会社から言われるまで待ってるバカどこいんだよ。会社に直訴するぐらいの力があっていいだろう。こいつらならそうする。こいつの田中、渡辺、それと若手やつの若手たちの方がよっぽど動く。だから今日のあいつらの行動は気持ちいい。タイガーが言ったように嬉しい。その上でタイトルマッチをやりたい。もちろん防衛するのは俺たち、それだけよ。はい、